はい、どうもナブです。さて今日なんですけど、僕これ動画ちょっと前の動画からかな、多分見てくれてる人は分かると思うんですけど、髪ちょっと切ったんですよ。まあボブベースっていうか、前までね襟足がちょっと肩につくぐらい長かったんですけど、切りました。ざっくりでね、別に難しくカットしてるんじゃなくて、これ横見てもらえばほぼほぼボブベースです。ちょっと舞い上がりっぽいボブベース。もう僕のカットなんてもうパツンって切っちゃって、ラインだけ決めちゃって、ここ上が短いでしょ。段つけて、全体的に段つけてるだけです。だから全然すごい簡単で、あともう本当にただ染めてるだけなんで、白髪染めというか軽く染めてるだけなんですけど、まあ、これでちょっとセット軽くしていこうかなと思います。いつもオールバックにしてるけど、そのセット、まあ、前も一回長いバーでやったかな、やったんですけど、今日はもうこの状態でやっていきます。元がだからこの状態気持ち悪いよねこれね。こういうボブです。普通のもう中別に買ってない、ここだけ買ってる感じ。長さが全部あるボブスタイル。もうドライヤーで乾かします。あんま何も乾かすとき気にしてないんで、僕さらっと。でさ、みんなさ、乾かすときにさ、なんかこういう、例えば画像とか見ても、こういうヘアスタイルにしたいとか、だからこここうやって乾かして、こうやって乾かして、ちょっと、こういう風にしてさ、とか、パーマかかってる人が別だけども、こういう風にセットしたいから、こういう風に乾かしていかないといけないかな、みたいなことを考える人結構多いんだけども、そういうのあんま気にしなくていいと思うんだよね。まあカットによると思うんだけども、僕の場合は、基本的にもうバッと、どこに乾かしても、セットすれ、まあ、メンズとかの場合はね、セットすればいいし、女性の場合は別にセットしなくても、出かけられるようなカットを目指してやってるので、基本的には、時短で、毎日はね、時短ヘアみたいな感じで。なので、もうバッと気にしないで乾かすのが多分一番だと思います。基本は。バット乾かせばいいです、バット。こんなもんか。さらっと、ちょっと水分残ってるぐらいかなみたいな感じで乾かせば大丈夫です。
で前髪がね大体長さ下ろすと分かるけど、こうやって手で掴んで口ぐらいかな、自然に下ろしてるとこう鼻の下とか唇ぐらいな感じ。そうで襟足ギリギリぐらいのボブラインベースかな。うん、こんなの簡単だよ、全然多分誰でも切れるヘアスタイルです。もうパツンってラインだけまっすぐ切っちゃって、で上短い毛これ段つけて短く切ってるだけで、量も僕の場合はあんま減らせないです。もともと量が減らすのがあんま好きじゃないから、バッと乾かして段つければ軽くなるから、うん、こんなもん。これなかったらだってセンターパートみたいな感じで、ここがなかったら。めちゃくちゃ似合わないねなんですけど、これでもうこの状態で、まあ、僕のお客様で、まあ、知り合いがいたらあれで、まあ、あんまりいないと思うんだけど、知らない人がいるって、まあ、短い人とか、まあ、ボブぐらいだったら、ボブベースぐらいの人だったらそうなんだけども、大体皆さん僕のお客様でもそうなんだけども、カットします、で乾かします、美容室でね乾かす時も大体今みたいな感じで乾かすの、もうバーッとどこ振っても乾かしてもういいぐらいな感じで、バーッて前とかに全部乾かしちゃう、もう全部、とにかく後ろも全部乾かしちゃう、前とか後ろとか全部左右に、で手ぐしでやってある程度形になりますよっていう風にもうしてるから、短い人でもね、ショートの人でも、うん、ベリーショートでも、女性のボブベースの人でも、大体その人たちもバッと乾かしてもう手ぐしで治りますよっていう風になってるから、女性ってあんまりつけないじゃん、オイルとかぐらいしかつけないじゃん。なので、まあ、その人たちとか、まあ、長いとかさ、ロングとかだったらさ、まあ、巻いたりとかするかもしれないけども、まあ、ミディアムのボブとかこれぐらいから短い人っていうのは基本的にもう乾かせば持つ、基本的に、うん、40日以上は絶対持つ、そのままでも何してても、うん、本当人によっては本当に 2,3 ヶ月来ない人も全然いるから、それぐらい持ちはよく切ってるつもりです。まあこれもさ頼んで切ったんだけど、まあ別に難しくない。でいつも言ってるけど、僕これしか使ってないんで、もう10年以上かな、このドンキのジェルは。もういつも箱買いじゃないけど、それぐらいのレベルで買ってます僕で。ジェル結構ね、僕多めにつけるんですよ、1回目、全部手出して、で毛先つけて中も全部つけちゃいます。僕は後ろも、まあいろんなセットの仕方があると思うから別に何でもいいと思うんだけど、僕はねもうセットの時にいろいろ考えさすのも嫌だから、お客様になんかこうしてこうしないといけないじゃないとセットできないとかっていう風に考えさすのが嫌だから、もうとにかくどうつけても形になるっていうような風に、僕みたいな一日中こうセットしてなきゃダメだったりとかするとね、すごいでしょこれ。でこうつけるじゃない。でつけたらもう後ろにする。グッと。最近まあ耳かけちゃうけど。で下を下ろして
まあセンターパートなのかどこなのかなんて別にどこでも正直言っちゃいいんだけど、でもこっち反対側にやっとけば襟足なんてパッて開いちゃうから勝手に、うん、サイドだけちょっとピタッと止めてあげればほぼ完成です。もう何も難しくないでしょ、乾かしてジェルつけてもう反対側にしても思いっきりこっちグッと持ってきて、あとオールバックにするだけ、そんな難しくないでしょ。で襟足のとこだけちょっとこうさ下に下ろしてあげてさ、セットしてあげればまあほぼほぼいけます。うん、まあ細かいことやるといろいろとあるけど、まあ全然本当にこれぐらいで簡単にできます。こうなってくるとさ、やっぱさ、もみあげがさ、長いと邪魔じゃん。だからまあ短くして、セットしてるっていうような感じ。もうこれだけで、できます。何も難しくない。でしょ？で、ジェルだから僕基本的にスプレーとかも使わないし、もうジェルでこのままやっとけばもう10分くらいしたら、ある程度固まっちゃうので、これで毎日。まあ、ジャケット着たりとか、まあ、このままとか仕事したりするので、もう本当に簡単なんで、まあ、ボブベースだったりとかちょっと長めでセットしやすかったりとか、まあ、ワックスとかだとどうしてもこういうツヤ感とかは出にくかったりするので、あの僕は長い人はジェルの方がいいかなとは思います。このぐらいの長さだったらまあパーカーとか着てもギリギリかな大丈夫だったりとかすると思うので、まあ本当に楽な感じでセットしやすいと思うので、まああとね、ちょっと動画的にちょっと今10分ぐらい10分何分かかってると思うんだけども、全然朝なんてパッと乾かしてジェルつけちゃえばもう5分で終わるんで簡単なんで、丸ってる長さがある人はまあパッと乾かしてやってみてください。バイバイ。